はい、皆さんこんにちは。やるやんチャンネルのヤマトです。今回はバージョン 2.6 の後半で登場した戦闘イベント、新章の研究の最終日、転換の秘密をやっていきます。この動画では、お試しキャラと、誰もが持っているであろう星4キャラのみを使って、報酬をゲットできる、2000ポイントの取り方を解説していきます。まだチャンネル登録がお済みでない方は、励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずパーティ編成です。この秘境では、凍結反応を起こすことによって、敵に与えるダメージが増加したり、映写が発動したりするので、氷元素キャラをメインにしています。また凍結を解除するキャラは、編成しないようにしています。お試しキャラが、水と氷、ちょうど2キャラずついるので、強運と行く秋、彩香と萌菜をペアにして、確実に凍結反応が起こせるようにします。しかしこの状態では、元素エネルギーを供給できるキャラがいないので、バッテリー要因として、前半にはロサリアを、後半にはディオナを編成しました。さらにこの秘境では敵がばらけやすく、そのせいで敵を倒すのに時間がかかってしまうため、集敵目的でスクロースを採用しました。もしカズハかウェンテを持っている方は、もう一つのパーティに入れてあげると、より攻略が楽になります。メインアタッカーは、強運と彩香です。続いて映写ですが、このようにセットしてください。それではやっていきます。立ち回りは、ゆくあきの元素爆発、ロサリアの元素爆発、強運のスキルからの通常攻撃、オア、元素爆発を基本セットにします。強運で通常攻撃するときは、スキルのエリア内の氷元素を付着させた状態で攻撃をするようにしてください。ただ、ロサリアの爆発と強運のスキルエリアが紛らわしいので注意しましょう。それでは最後まで見ていきます。許さない。眠るのよ。牽引全票。おとなしく捕まれ。よくも。さい。歌よに。妖魔め、立ち去れ。震えなさい、諦めて。ということで前半終了しました。続いて後半です。立ち回りはモナスキル、ディオナ元素爆発、スクロース元素爆発、モナ爆発、彩香で攻撃を基本セットにして立ち回ります。あくまで基本の立ち回りなので、途中元素爆発が溜まっていない場合は飛ばしても問題ありません。今回のメインアタッカーである彩香は、ダメージは高いですが、攻撃範囲に波乱があるので、できればスクロースを入れておきたいところです。それでは最後まで見ていきましょう。ユニット安全距離確認、超拡散キップ運命よ、ここにいでよ。
なら特定吸引テスト開始。無双の風シミュレート。運命には逆らえません。水中限度雪を前腐る腐る神里流透明。安全距離確認。吸引テスト開始。ほう運命よ、ここにいてよ。運命の今日失礼か。腐る腐る。取った超拡散形態。発生しなさい、酔っ払った。これが運命です。6308式ユニット。雪を前やっはっ。神里流透明。運命には逆らえません。運命の末安全距離確認。ということで2000ポイント以上ゲットできたので成功です。今回の動画は以上になります。やるやんチャンネルでは週1で土日のどちらかで配信しておりますので気軽に遊びに来てください。それではさようなら。